だらだらすするろのー、ワクワワククワのクのベルがベルが鳴るなー。イるエイ。イェイ。はい、どうもニコ生チャンネルをご覧の皆様、こんばんは。本日はマリア PSPP が一人でお送りいたします。閉店後の店内から朝までダラダラとパチスロを実践する当番組。今回取り扱いますのはパチスロゴッドイーターとなんオと、キドキとなっております。なんとね、その2機種がね、閉まさ店か後のね。そのままの状態で実践し、大移動はできないルールですので、あ、最そう初だっのたんだ。選択が超大事です。2番目の選択は大事じゃないの代か理歴な。から高設定を推測するのか、AT、ART 残りを狙うのか、今回はどんなドラマが待っているのでしょうもしドか。ラマが待ってなかったらどう。いくらもらってるんですか、ウラアリーナさん。さっきの声聞けたんで頑張ります。こんなに噛み合わないのに出てるのすごいって、まあそれは台がいいからじゃないですかね。いや、マスク何人頑張ってるんですよ、噛み合わないだけで。おお、はい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 、見えた。I'm マスクだ。でもマスクロさん、はい、あ、でもゼロゲームで引いたからか、か勝つね、勝つ勝つ勝つ、うん、おめでとう。これがマスクドですよ、ゼロゲームでスイカ引いたんで。さあ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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、いいね、50以上せい、50かな、はい、50、はい、いざとなったらギャグボール、あ、ボールボールギャグ、ボールギャグね、ボールギャグ、うん、お、なんかいた、あれこれ何、キョーベルみたいなこと、これ分かる人いる、あれこれ、これ何、ズルって滑ってった、レアベル、えらいベル、待って、キョーベルだ、キョーベル、あれだ、キョーベルだ、やばい、チェリーと一緒に揃うやつだ、乱入来るよ、はい、やっべえ、まあまずこれで、まずはこれで乱入っていうか、多分次の荒髪で来ると思う。ディアウス・ピターかスタノーが。もうあれですよ。うん。そうやって、アイムマスクとか流行りますよ。ちなみに私、キョーベルでスタノーを引きましたけどね。おぉ、すごくないですか。おぉ、紙チェリーじゃなくて、キョーベルでいきなり乱入してきたんですよ。乱入なんだ、しかも乱入、あのバトル中に引いた、バトル中やねえや、あ、バトル中に引いたんで、あいつらも荒神の細胞を取り込んで、キョーベルはそう、ほぼそうディアウスピタなんですけどね、そうさらっと自慢しました。ほら、なるほどね、そういうことね。とりあえず一回箱を置きますと。でもマスクドさん、はい、ここで、人気解放率、解放の当選率もちょっと上がってるんですよ、うん、スサノほどじゃないんですけど、うん、強調引きましょう、強調引けばいいのね、そういうの言うのやめない、噛み合わなくなるじゃん、あ、そっか、うん、あ、スイカでもいいよ、じゃあ多分マスクド今日は何も考えさせない方が良さそうだよ。分かった分かった、じゃあ今の忘れて、独り言、独り言、うん、歌がいいな、歌が変わった、歌いいね、うん、すごい、うん、まあそんな高くないんですけど、まあ他の荒髪に比べるとちょっとアップしてるっていうことですね。それって7が揃うの、いや、違う違う、違うの、
特化ゾーンに行くってこと。あ、特化ゾーンなんだ。特化ゾーンがどんなのか分かんないけどね。まあ入るからいいか。あのここに人気解放って出るやつだよ。全然分かんないんですよ。あの一回しか会ったことなくて、隣のおじさんがすげえ出てんなーっていうのを眺めながら、僕は天井までハマって天井3ゲーム前に当たるっていう。何も聞かねえな。しかしちょっと曲聞かせようよ。こういうこと？うん、こういうこと？いや、高設定のね、この台面白いよね。曲変わったのは、まあ、あのディアウスピターが勝利濃厚だからね。50ゲーム以上3桁の可能性も大いにある荒神ですね。あれ50ゲーム以上だよね。50ゲーム以上ですね。ずっとこのままいいね。惜しい。一回ぐらい元気解放いってほしいけどな。あー終わった。一回ぐらい行ってほしかったね。お、ここでなんか引いた？ここでなんか引いた？さあ、マイクつけよう。よし。いいね！でもここで引くと、でもどうなるのかな？関係ないのかな？まあ、バトル中じゃないと意味ないのか。見ればあかんじゃないですか？ソイ少ない。少ない。どうせだったらここで引きたかったね、スイカ。そうだね。